はい、どうもこんにちは、ピアソンゆりです。今回夢の魔女使って遊んでいこうかなと思うんですけども、こんな DM がいつ届いたんだよね。半年かけて、ゆいさんのんさんの動画を勉強して夢の魔女の初の C バッジを獲得することができましたと。めちゃめちゃめでたいことだね、初のバッジは。で、それで半年かけて、ゲットすることができましたと。で、それでもう見る動画がない、もう勉強する動画がなくなってしまったので、また夢の魔女の動画待ってますということで、まあ、そんなん言われたらじゃあもうやるしかないじゃんということで、久々にやっていこうという、まあ、ことですね。ノンの魔女まで研究したから、もう本当にもう、ありとあらゆる魔女を見たんだろうな。そんな、まあ、そんな別に俺、魔女の立ち回り変わってないけどね。まあ、変わってないけど、まあ、しっかりやっていこうという感じですね。まあ、今回のコンセプトは、まあ、中華街なんで、中華街最近、おぉ来てる、まあ、いや、やれるか、いや、よしよし、危ねえ。いや、これワンチャン回避やったな、危な。今ので、後続なしまで行けてたら、危なかったな。これは、耳鳴りしないから、こっちが来ないね。で、中華街の魔女最強戦略をやります。まあ、これは、絶対なんか動画にしたけど、一回。まあ、中華街魔女といえば、暗号機、ひたすら3連、なんならこれ4連作るけど、向こう上がれたな。まあ、3連作って、ここで一応立ち回る形、やっていきます。まあ、それが一番ね、一番強いから。オッケー、いいよ。ここでね、最速で立て直してるとこを妨害していくと。で、フラフォも、フラフォスか。あー、なし!でかっ!いや、左右か、まあ、今時代左右だもんな。左右環境だからな、マジで。で、そっちが戻っていく。で、虫もちょっと殴りたい気持ちはあったけど、これ、もう大崩壊じゃね?めっちゃ向こうが回ってるけど、救助来ないなんてことはないか。揺れてるのがオフェンスか。オフェンス治療やめてこっち側来たのか。殴れそう。うわっ!いい反射神経。よく見てるわ。いや、これね、先規制するわ。先規制して、コットンのクールタイム上げとこう。やっぱ規制した瞬間からクールタイム発生するんでね、早めにクールタイム上げときたい。キープレイホイール。これちょっとセカチェ伸びそう。ってか、そうじゃん。危機一発ないから、絶対即飛んでよかった説。忘れてました。そういえば俺、救助職潰ししたんだった。まあいいや。じゃあ、こっちが乗り越える。左右だな。まあこっち側、まあ、その追っていって、で、二方向から挟めば、さすがにやれる気がする。フラフォないんだよ、この人。弾、こっちですよ。オッケー。ナイス。で、オフェンスが立て直し完了。まあ、次はオフェンス救助来る感じか。よし。で、まあ、それに伴って、ちょっと、ある企画を復活させようかなと思って、まあ、今回もね、参考にして、まあ、結構その、リクエストが多い企画だったんですけど、今回復活する企画が、コーチング企画を、またやろうかなと思います。いや、これね、定期的にね、やってほしいって声あったんだよね。コーチング企画は何ぞっていうと、まあ、視聴者さんに、自分のやったプレイの、動画を送ってもらって、それを、どこが悪かったのか、どこを改善すれば、勝てるようになるのかっていうのを、ジャッジしていく、そんな動画ですね。それを、まあ、前、まあ、結構何回かやってたりとか、結構、だいぶ期間ポツポツ空きでやってたりはしたんだけど、ここ最近はマジでもうやってなくて、俺のやる気もマジでゼロで、やってなかったんですけど、まあ、それをちょっと、やろうかなと思います。まあ、その理由も、まあ、何個かあって、まあ、一つは、第5の、システムの改善が結構でかくて、最近さ、録画すると試合を、なんかその、キャラクターの名前表示ができるようになったじゃん。プレイヤーの名前じゃなくて。それが、まずその1、編集が楽になった。やっぱ送ってもらった動画だと、キャラクター名表示ができるようになったから、今、俺が操作してると、夢の魔女って出たりとか、まあ、オフェンスを打ってたらオフェンスって出るようになったし、それによって編集が楽。で、なんかその、キャラクターの名前オフとかにすると、なんかよくわかんない画面になっちゃうしっていう、まあ、感じがあったから、まあ、どうしようかなとか。で、また実際に、その、なんか、もういろいろややこしかったのよ、とにかく。まあ、そこら辺が改善されたから、まあ、編集がやりやすいってことは、動画を取り組みやすいってことだから、うん、簡単に言ったら。だから、まあ、そこら辺のなんか、まあ、これだったら続けられるか、俺目線で続けられるかなという目処が立ったので、まあ、やろうかなと思います。で、募集の仕方なんだけど、それについて話したいけど、でっかこれ投げたの。いいね。順当に3連続出てる。募集の方法は、まず、自分の試合を録画してもらって、表示する名前をキャラクター名にしてください。設定でなんかできます。録画の、プレイヤー名にするかキャラクター名。それをキャラクター名にしてもらって、で、アイテム欄とか見える状態ね。なんかアイテム欄隠すとかあるけど、アイテム欄は見える状態にしてもらって、で、キャラクター名表示。で、あとはそこら辺はいじるとかなくて、で、あとはその送る方法なんだけど、自分で、俺に見てほしい、動画を、限定公開で YouTube に上げてください。で、限定動画を上げたら、そのリンク、送った人だけその動画見れるから、そのリンクを、ピアソンユイノンのチャンネルじゃない、ピアソンユイノンの X の DM に送ってもらって、それで俺がまあ見て、動画にするといった、形になってます。で、まあ、その形やっていったら、まあ非常に俺もやりやすいし、まあ簡潔な動画になるんじゃないかな。うん。
前は止めてなんかこう書いてとかしてたりしてたけど、まあ、あれもすごくまあ分かりやすく細かく分かるけど、まあ、ちょっと細かすぎる感じもなっちゃうし、ちょっと編集もより大変だったんで、まあ、そうやって YouTube だったら YouTube すぐあの一時停止とかできるじゃん、一時停止してとか、まあ、やりやすい、まあ、そうやって一時停止しながらとか、気になる部分をピックアップして、解説していく形にしようかなとは思ってます。でキャラクターは、うん、何でも OK、 サバイバーでもハンターでも何でも OK、 まあでもサバイバーは言うても見るところがチェイスとかぐらいになっちゃうかな、あんま立ち回りとかっていう部分で言うとその他の人との兼ね合いがあるからあんまりその場で教えれるものは少ないかもしれない。まあ、どこの暗号機をどう回せばいいのかとかぐらいは言えるけど、まあ試合によっちゃうよねっていうのはあるから、まあ密度で言うとハンターの方が教えやすいかなとは思いますね。うん。まあハンターって全部試合全部が自分だからね。まあそこら辺、まあもちろんその役職、うん、非対称ゲームとして、まあ、ハンターの方が密度は濃いものが喋れるかなと思ってます。で、まああとはキャラクターは何でも OK、まあといった感じですかね。であとは。まあ、あとは、うん、何もないな。結構そのコーチング動画だから、しっかりと、ね、ここは良くないっていうふうに普通にめちゃめちゃ言うんで、あ、それを見ても言われても大丈夫なメンタルだけ持ってきてください。やっぱ俺も、うんうん、頑張ったね、コーチング偉い、よく頑張った、うんうん、惜しかったねって言ってるだけだと、やっぱりね、あの成長につながないと思うんで、やっぱ需要に合ってないと思うんで、うんうん、頑張ったね、もう言うけど、いや、ここは良くない、もうビシバシとね、ムチ、アメとムチ、いや、ムチとムチでいきますね、僕は。ムチとムチで、ムチとムチで僕が行くんで、あの、視聴者さんからあの、アメもらってください。俺がムチとムチを与えて、で、みんなのコメントからアメをもらう。そういう形がない。俺がムチ担当で、あの、みんながアメ担当で、行こう。いいんか、これで。まあ、っていうスタイルを今んとこ考えてますね。うん。まあ、キャラクターも増えたからね、前やったのなんだっけ、芸者とか。で、あ、そうだ、DM で、あの、採用するポイントとか、まあ、多分、いっぱい来たら、全部多分動画ってできないから、自分のハンターの段位とか書いてください。自分のハンターの段位、で、今、自分がやっているハンター、まあ、なんか2キャラクター、3キャラクターとか、迷ってるんだったら、まあ、その分のキャラクター分を書いて送ってもらって、まあ、キャラクター結構これ聞かれるのが、キャラ幅の質問も結構あって、なんか、キャラ幅とかで、なんか、このキャラクターの合うサブキャラクターは何ですかとかいう質問結構多い質問だから、そこら辺とかも悩んでるんであれば、なんか、あの、ついでに送ってもらえれば、あの、送ってもらった動画のハンターに合ってるやつを1個選びます。まあ、そのキャラクターの連動とか見て、あ、この連動だったら今サブキャラクターを手出すんじゃなくて、一つのキャラクター、このキャラクターを極めようねとか言えるから、まあその連動を見ながらとか、なんかいろいろ話せるかなとは思いますね。まあやっぱ今のハンターって本当にね、連動だからね、うん。キャラクターパワーも本当に大事だけど、やっぱ一番大事なのは連動。だってさ、どんだけ、総合的に見たとしても、キャラクターパワー低いハンターでも、連動が低い、サングリア、一生影移動ミスするサングリアと、もう全部、ドンピシャで、ワープしてミスがない白黒だったら、絶対そっちの白黒の方が強いから、まあ、そこら辺で、やっぱその、うん、サバイバーやってても思うし、まあ、連動が高いって本当に大事だから、まあ、そこら辺のものとか、まあ、連動とか、どこを、詰めていけばいいのとか、まあ、最適な練習方法とか、やっていけるかなと思います。その人がなんか何を練習すべきなのか多分とか多分その辺話せると思います。よし、終わりだ。OK、 超いい感じに動画終わったわ、この試合。はい、まあ、という感じで今日はコーチング動画再開しますという、告知兼魔女でした。ということで今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。